旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます、陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと。まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。んなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。あ、僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。このレギスの息子として常に胸を張れ。ダメだな、こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。はい、起きろ。俺、いただき。スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの。
ディオ頼む。なんだ一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプトは離してねえだろうな。だって無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト次俺でしょ。だそうだ。はあ、世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょう。おい、待ってたよ。どれが王子？お、はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。お、まあ。親父の威厳はそっくり拭き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。よし、自由行動だ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。ヒグニス喜ぶな。あれ、ギルって何？ノクト、ここオートの金使えないよ。ならイグニスが用意してきたんだろう。聞いてみる。宿泊と自炊。どうした？金持ってるか？ここで使えるやつ。ああ、相談しようと思っていたんだ。整備費用としてさっきシドにほとんど。グラディオに少し渡してやる。それで手持ちは最後だ。またな。楽しかったぜ。よかったな。あれ、金いくら残ってる？今の情報収集に高くついちまってな。
あとはイグニスが持ってる分で最後だ。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん、歩くのやだな。じゃあ走れよ。それもっとやだな。あれ、まだ整備中だよ。どうしたの？悪いんだけど金貸してくれ。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろって。さっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代出すから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練、やるしかないね。野獣退治はいつもハンターにお願いしてるんだ。ハンターって？ああ、賞金稼ぎだよ。頼めば野獣や死骸を片付けてくれるんだ。君たち戦えそうだから、この辺りの野獣なら心配ないかな。でも仮にも王子様だからね、無理はしないでよ。あ、このくらい平気。そう？じゃあよろしくね。こっちも整備が終わったら連絡するよ。これは監禁できそうだ。いい感じ、いい感じ。あんなのがいるんだな。
さっさとやろうぜ。歩くのやだな。じゃあ走れよ。それもっとやだな。売ったら金になりそうだな。あんたたち危ないよ。野獣がいるんだ。ありがとう。もうダメかと。よし、終わったな。